ね、ありありましたね。あ、お楽にされていいですよ。はい、すみません、引きます。痛いです。やっぱり痛い。この辺は痛いんですね。そうですね。結構肩甲骨もややくっついちゃってきてる感じがあるので。ちょっとなんか肩首も動かしづらくなって、その張ってる感とか、痛いですよね。これね、ちょっとね、くっついちゃってるんですよ。だから痛いんですよね。本当は離れてるとこなんですけど、組むとだんだん、その前やっぱり動きがあんまりないと、癒着って言ってくっついてきちゃうんですね。それで剥がそうとすると痛いっていう。そのまんまになっていってくっついてしまうので、姿勢も悪くなっちゃいますし、そのままにすると、できる範囲で、痛いけどまあ我慢できるぐらいのところまででちょっとずつ離していって。動かしていってっていうことした方がいいですね。やっぱちょっと冷たさも出てるので、凝っちゃうと動かないと流れが悪くなって、冷えも出てきて、凝ると結構具合も悪くなりやすいんですよ。なかなか風邪が治らないとか、なんかこう寝つきが悪いとか、
私もちょっとね、でもまあやっぱ右の方が良くなかったから、左の方が入りやすい。そこまで痛くないですよね。でも、痛いは痛いです。右より痛くなくないですか。そうですね、右の方が痛がってましたよね。硬いんですけど、なんかまあ押せる硬さというか、右はちょっとやっぱ過敏になっている感じがありました。向けですね。ゆっくり体を起こしてください。はい、失礼します。この向きですね。どうぞ落とします。そのままちょっと上の方までいいですか？少しだけ。はい、ありがとうございます。痛くないです。ですよね。うん、ちょっと肩が、そこまでひどくないですけど、少しやっぱこうなりやすい結構あるようなので、これもちょっと痛いんですけど、張ってる方は痛いんですけど。ハート吐いて吸って吐いて吸って吐いて、はい、あとねもうゴキゴキ言いますね。わりかしやっぱり肩とか手首って癖がつくんですよ。できちゃったりもするので、痛い というか癖がつくんですよ ね、 ね、やっぱ握るこの感じですよね、マウスとかって、はいはい、うん、それにあのその状態が癖づいちゃうので、のがありますね。あ、胸が硬いですね。これね、こっち痛いですね。痛い。これピンピンですね。ちょっとすごい。来てみてください。
さらに足出してください。お疲れ様でした。でも頭もすっきりしてた。お疲れ様でした。今日ちょっとまた違う感じでね、ありありましたね。お楽にされていいですよ。はい、はい、線引きます。次ちょっと手後ろに上げます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。いかがですか。この辺が頭の下の辺がスーってすっきりしました。あ、よかったです。顔がやっぱり可愛い顔に。いやもっともっと可愛いんですけど。今日は本当にすごかった。体。乗ってましたね。かなり乗ってましたね。痛かったですね。ありがとうございます。ありがとうございました。最後に掛け声だけもらっていいですか。はいはい、もちろんもちろん。はい、じゃあ明日も行くよ。元気。